こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がリサイクルショップに行ってきた話をするぜ。今回はハードオフ、ブックオフ以外のリサイクルショップの購入品紹介ね。ああそうだぜ。ていうか今年は実店舗の購入も、ちゃんとルール決めて買い物してるんでしょうね。ああ大丈夫だぜ。今回は、50円縛りで買い物してきたぜ。いやルールってそういうことじゃないでしょ。ネットでの買い物を月1万円までって決めたみたいに、実店舗でも月にいくらまでとか決めなさいよ。いやまあそうしたいのは山々なんだけど、あんまりガチガチにルール決めて買い物すると、逆にストレスになるじゃない？それはうく主次第でしょ。こんな世知辛い世の中なんだから、せめてレトロゲームくらい好きに買わせてやりたいじゃないか。いやそれで生活できなくなったら困るのうく主でしょ。まあそうなんだけど、前にも言ったけど、さすがに食うに困るほどは買わないと思うから大丈夫だぜ。いまいち信用ならないのよね。そうだな、じゃあせめて回数制限くらいはあってもいいかもな。ハードオフ、ブックオフ、リサイクルショップ、それぞれ月に何回までとか。それ守れるの？いや多分無理だな。じゃあ意味ないじゃない。まあどんなルールで買い物するかはおいおい考えるとして。今回の購入品を紹介していくぜ。逃げたわね。最初にも言ったけど今回は50円縛りで買ってきたので、今回の購入品の価格はすべて税込み50円だったぜ。まあ新しいパターンではあるわね。ちなみに今回もうく主がリサイクルショップに行った当日の、駿河屋、Amazon の価格を参考までに載せておくぜ。今回も駿河屋は送料別、Amazon は送料込み、の最低価格を載せているぜ。なぜこのような参考価格になっているかは、最初のブックオフ行ってみたの回に説明があるからそっちも見てくれると嬉しいぜ。説明欄に URL も載せておくぜ。いつもの定型文です。では今回購入したものを紹介していくぜ。まずはプレステのソフトから。二等身電、50円。このソフトのネットでの価格は、駿河屋、290円、Amazon、236円、だったぜ。ネットでも求めやすい価格だけど、さすがに50円は安いわね。ああそうだな。実はうく主前からこのソフト探してて、ハードオフあたりで108円でないかなと思ってたところ、まさかの50円でゲットできたぜ。それは良かったわね。ちなみにこのソフトは、等身伝の番外編的なゲームだぜ。本編とはかなりテイストが違って、コミカルな内容になっているようだぜ。うく主は当時よく友達と等身伝にプラスや、等身伝さんで対戦していたから、一度はこの二等身伝もやってみたかったようだぜ。次に行くぜ。次からはサターンのソフトだぜ。バーチャファイター、50円。このソフトのネットでの価格は、駿河屋、240円、Amazon、250円、だったぜ。これも求めやすい価格だけど、なかなか50円じゃ買えないわよね。そうだな。このゲームは言わずと知れた、セガの代表的な格闘ゲームだぜ。うく主が初めてプレイしたセガサターンのソフトだぜ。へえ、そうなのね。ああ、当時はまだセガサターン家になかったから、友達の家でやらせてもらったんだけど、その当時は本当にリアルなゲームだと思ったぜ。次に行くぜ。新設、夢見館、扉の奥に誰かが、50円。このソフトのネットでの価格は、駿河屋、250円、Amazon、200円、だったぜ。これもまあネットで買うよりはお得ね。このゲームはメガ CD で発売された、夢見館の物語というゲームの続編みたいだぜ。ジャンルとしてはアドベンチャーゲームのようだな。ちなみにうく主はどちらもやったことないぜ。パッとミディの食卓に似てるわね。そうだな。なんとなく雰囲気は似てるな。次に行くぜ。スレイヤーズロイヤル、50円。このソフトのネットでの価格は、駿河屋、300円、Amazon、162円、だったぜ。これもネットだと50円じゃ買えないみたいね。このゲームはライトノベルの、スレイヤーズを原作とした RPG だぜ。うく主は小説は読んでなかったけど、アニメは当時リアルタイムで見ていたので、懐かしさもあって買ってみたようだぜ。次に行くぜ。スレイヤーズロイヤルに、50円。このソフトのネットでの価格は、駿河屋、300円、Amazon、162円、だったぜ。これはさっきの続編かしら？ああ、そのようだぜ。せっかくだからにも買っておいたようだぜ。まあ50円だしね。ちなみに1、2ともにプレステ版もあるようだぜ。次に行くぜ。新世紀エヴァンゲリオン再販版、50円。このソフトのネットでの価格は、駿河屋、210円、Amazon、341円、だったぜ。エヴァのゲーム買ったのね。ああ、
ウプ主は当時アニメはリアルタイムで見ていたけど、エヴァのゲームは全然やったことなかったので購入してみたようだぜ。このゲームは新世紀エヴァンゲリオンを原作としたアドベンチャーゲームだぜ。アニメの放映中に発売されたゲームソフトはこれだけみたいだぜ。へえ、そうなのね。じゃあその他のエヴァのゲームは全部アニメが終わってから発売されたのね。そういうことだろうな。まあまだ新劇場版は完結してないけどな。次に行くぜ。新世紀エヴァンゲリオンセカンドインプレッション50円。このソフトのネットでの価格は、駿河屋、250円、Amazon、162円、だったぜ。これもさっきの続編かしら。ああそうだな。こっちもせっかくだから買ってみたようだぜ。こちらも前作と同じくアドベンチャーゲームみたいだぜ。こっちの方が前作よりも、ギャルゲー要素が強くなっているようだぜ。ウプ主ギャルゲー苦手なのに大丈夫なの？まあちょっとやる分には大丈夫なんじゃないかな、エヴァだし。次に行くぜ。新世紀エヴァンゲリオン、デジタルカードライブラリ、50円。このソフトのネットでの価格は、駿河屋、210円、Amazon、101円、だったぜ。これは Amazon だとかなり安いのね。まあそれでも50円なら半額だけど。っていうかまたエヴァなのね。ああ、せっかく50円だったから、ここのお店に置いてあったサターンのエヴァソフト全種類買ってみたようだぜ。まあ3本買っても150円だけども。このゲームは、いろいろなミニゲームをクリアして、カードを集めるのが目的のゲームのようだぜ。カードを集めるとアニメのムービーを見れるようだぜ。これはアドベンチャーゲームじゃないのね。みたいだぜ。結構いろいろな種類のミニゲームがあるみたいだから、ウプ主的にはこっちの方が楽しめるかもな。今回購入したものは以上だぜ。今回ウプ主が購入したのは、プレステソフト、1本、サターンソフト、7本。合計で8本のソフトを買ってきたぜ。総額、400円だったぜ。さすがに1本50円だと、これだけ買っても全然金額いかないわね。そうだな。毎回これくらいのお会計だったら、だいぶお財布に優しいんだけどな。いやそれもウプ主のさじ加減次第でしょ。安いものしか買わなければ当然お会計も少なくなるわけだし。まあな。でも今回意外と50円縛りの買い物楽しかったみたいだから。ハードオフとかでも、108円縛りで買い物するかもな。っていうか毎回そうしたら。いやいやそしたらもし掘り出し物に出会った時に買い逃しちゃうだろ。やるとしたら掘り出し物が見つからなかった時かな。いやもうそれ縛りになってないから。それもそうだな。まあ何にせよ楽しみながら、なるべく金額を抑えて買い物できればと思うぜ。というわけで今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.